どうも、ササンです。今回なんですけども、新しい撮影機材を買ったということで、今回の動画でね試していきたいなと思います。やっぱね、こう YouTube をやってると、どんどんね画質にこだわりたくなって、カメラを新しくしたりとか、あと音質ですね。動画ってやっぱり音質も重要になってくるので、できるだけノイズが少なくていい音でね皆さんにお届けできるように、マイクもねこだわってる方いると思うんですよ。で、今まで私たちもねいろんなマイクっていうのを試してきたんですけども、今回はですね、こちらを買ってみました。これね Zoom の F1 っていうもので、ここにね画像あるんでわかるんですけども、ピンマイクとこのレコーダー、この2つがねセットになった製品ですね。このパッケージ画像の女の人がですね、この腰にねこの F1 をつけてまして、であと胸元にねマイクついてるっていう感じで、要はこのカメラとは独立して音声を録音できるものですね。実は今までもピンマイクっていうのを試したことがありまして、はい、こちら2つなんですけど、まずこのゼンハイザーの方、これがどういったものかというのを説明すると、こっちがレシーバーで、これをねカメラのシューのところに乗せて固定して、でこのケーブル、これをねカメラのマイク端子に接続します。でこっちがトランスミッター、送信機になるんですけども、こういう付属のピンマイクみたいなのがあるんで、ここに接続してですね、でこれをなんかベルトとか、ポケットとかに入れておいて、でこっちはねマイクの部分胸元につけて、で音声を収録するっていう感じですね。このトランスミッターとレシーバーは無線でつながっているので、音声はねカメラに直接収録されるということになります。で、2つ目に使ったのがこちらなんですけど、ロードのワイヤレス GO っていうやつですね。これ非常にねコンパクトなんですよ。ゼンハイザーのやつと比べてもコンパクト で軽いし、あとねここに小さいディスプレイがついてて、例えばバッテリー残量とかがね分かりやすくなってるんですよ。ちょっと電源入れてみましょうか。はい、こんな感じでバッテリー残量表示だったりとか、あと音量のインジケーターもあるし、このディスプレイある方がレシーバーなんですけど、トランスミッターとの感度だったりとか、いろいろ表示してくれるっていうのと、でこのトランスミッターの方にはですね、このゼンハイザーのやつと違って、マイクがねもうすでに内蔵してあるので、このトランスミッターを例えばこのシャツのね、内側にこうやってつけるとか、あとはこうポケットにねこうやってつけちゃうとか、そうすることによって、このゼンハイザーのやつとは違ってこういうマイクを用意しなくて もうここでね音声を拾ってくれて、で今このレシーバーの方はねカメラにつけてないんですけど、例えば、ね、こうやって、こっちはねカメラと接続して、またねカメラの本体に直接音声を録音できるっていう風になってます。じゃあなんでこの2つがあるのに今回 Zoom の F1 購入したかっていう話になるんですけども、やっぱこういうマイクにもそれなりのデメリットというものがあってですね、まずこのゼンハイザーの方はね単純に音質がそこまでいいっていうわけではなくて、個人的にはね我慢できるかなと思って最初使ってたんですけど、このマイクを使って撮影した動画 YouTube にアップしたら視聴者さんがねすぐ気づいたんですよね。今日なんか音質あんま良くなくないですかみたいな感じでコメントしてくれたりとか、そういうこともあったし、でこっちのロードはどうかというとですね、音質自体は結構いいんですけども、このトランスミッターとレシーバーで、なんだろうな、安定性っていうか、ちょっと障害物とか、そういうのに弱いんですよね。例えばこのトランスミッターをこうポケットにつけて、で後ろ向いてこう体にね隠れるとか、そういう風にすると途切れたりするんですよ。安定性に関して言うと、ゼンハイザーの方がね全然高いです。で今回 F1 を使ってですね、音質は使ってみないと分かんないんですけども、障害物とかあったとしても、ちゃんとね録音できるということで、こっちは独立してますからレコーダーの方にね録音されるんで、カメラとは別々で音声を収録するわけなんで障害物とか関係ないわけですよね。これから春夏っていう風になって、外でねなんか動画撮影とかもしてみたいなっていう風に思ってるんですよ。本当にするか分かんないですけど、今のところしてみたいなっていう風に思ってるんで、その時にこの Zoom F1 があればいいなということで、今回購入してみました。ということで前置きすごく長くなっちゃったんですけど、こちら Zoom F1 を今回開封して、ロードとゼンハイザーのマイクと比べて音質どうなのかとか、そういうことをですね検証してみたいなと思います。はい、ということでこちら Zoom F1 開封していきたいと思います。はい、じゃあ行きます。オープン。お、電池ついてる、よかった。あ、単4なんだね。こんな感じで入っております。結構思ったよりちっちゃいかな。はい、じゃあ本体からね、詳しく見ていきましょうか。はい、こんな感じなんですけども、どうでしょうか。かっこいいね。このディスプレイも結構大きめだし、
あと録音開始のボタンもね大きめで使いやすそうな感じですね。で横の方見てみましょうか。ここは電源スイッチ、あとホールドってあるんで、まあ、撮影開始したらね間違って停止とかしないように、使うんでしょうね。これはあると便利かなと思います。でこのマイクロ SD のとこもついてるので、確か 32GB までの SD に対応してたみたいなので、ここにねマイクロ SD を入れて撮影します。はい、でこちらが裏側なんですけども、ここにね電池を入れるんでしょうね。あとこの金具部分なんですけど、ここにねベルトを通してこう腰とかにね、固定して使うということになります。でここは何かというと、なんだろう、あ、こっから電池入れるのか。この横を開いて電池を入れて、また閉めるみたいな感じですね。で左側にはマイクロ USB の端子と、ボリュームのね上げ下げがあります。下にはですねマイクを接続する端子と、あと音声をモニターするヘッドホンジャックっていうのがあります。はい、で今回はですね一緒にサムスンの SD カード 32GB のやつ購入しました。これはね結構安かったですね、980円とかかな、そのぐらいで確か買ったはずですね。はい、こんな感じになってるんで、このちっちゃい方をですね、本体に入れて使って、まあ、パソコンにデータ取り込むときはこのねアダプターを使うという感じになります。はい、じゃあ他のね付属品も見ていきます。これがですね付属のピンマイクですね。こんな感じ。こっちのねレコーダーに接続する部分なんですけど、この銀のやつ何かというとですね、このレコーダーに接続した時にこうネジを締めるみたいな感じで、固定できるんですよ。なのでこう誤ってね抜けてしまったりとか、そのせいで撮影で録音されてないとか、そういうのをね防ぐことができます。はい、であとこちらがですねピンマイクを固定するための、クリップですね。これをマイクにこうパチッとつけて、でなんかこう首とか、ポケットとかなんかそういうところに固定できるってやつですね。このピンマイクのクリップなんですけど、こういう風にね回転できないやつもあるんですよね。それがね結構使いにくいんですけど、これはね回転できるからね良さそうな感じですね。はい、でこの銀のやつなんですけど、これはですね、多分この裏側にこうネジで固定することによって、ベルトじゃなくてもこの銀のやつで挟んでなんか服とかに固定するためのものだと思います。はい、で最後このスポンジがですね、3つついてるのすごいありがたいんですけど、このマイクにつける風防ですね。これどうしてもねマイクって風とかが入るとこうボフボフするというか、まあ、あんまいい音にならないので、外でね動画撮るときとかは特にこういう、風防っていうのは大事になります。これ3つついてるのありがたいね。結構なくしたりとかすると思うんで、ナイスですねこれは。はい、こんな感じで風防ついたので、ここにねこうクリップを固定するっていう感じですね。もうなかなかいい感じじゃないですかこれは。じゃあちょっとこの電池を入れてですね、電源入れてみましょうか。じゃあ電池ここからね入れます。これ1個もうマイナスポイント発見しちゃったんですけど、この蓋がねこの銀の部分にぶつかってですね電池入れにくいっすねこれ。はい、じゃあ電池がね入ったということで、電源入れてみましょうか。このスイッチをね下の方にこうやれば入るんじゃないかな。お、入りましたね。あ、初期設定みたいなの出てきたな。はい、今ですねこの初期設定を完了しまして、このディスプレイのバックライトはですねオフにしました。これねついてるとちょっとカメラにね映りにくかったんで、今バックライトはオフにしてます。で SD カードも、先にねフォーマットしちゃいました。でこれでねもう録音できる状態かなと思うんですけども、ちょっとねこの左下見えにくいと思うんですけど、ここがですね、録音のフォーマットになっててですね、この左側のボタンを押すとこう録音のフォーマット切り替わっていって、まあ、WAV と MP3 の2つで撮れるっていう感じなんですけど、録音はですねとりあえず MP3 の、256KB かな、これでね撮りたいと思います。でその隣が今オフになってるんですけど、これはローカットなんで、屋外でね風とかある時とか、まあ、室内でねこれあんま使わないと思いますけど、エアコンの音とかカットしたい時は、こういうのですね、まあ、80Hz、120Hz とか、そういう風にね上げていけるので、まあ、これつけてもいいかなと思います。でリミッターについてなんですけど、これリミッターオンにしとくと多分、大きい音が入った時の音割れを防いだりとか、まあ、そういう感じじゃないかなと思うんですけど、これはねオンにしてても良さそうな気はしますね。で一番右にこれレックレベルって書いてて、まあ今ミドルなんですけども、中くらいですね。一回押すと、まあミドルプラスとか、ハイのマイナスとか、で、ハイ、
最大がハイプラス、ハイプラスプラスまでありますね、こんな感じ。あとオートもあるし、ローマイナスローでミドルマイナス、ミドルに戻るっていう感じですね。ロープラスはないんだね。でさっきバックライト消したって言ったんですけど、そういう操作を行うときこのオプション長押しして、でレックレベルを押すとメニュー画面っていうのが出てきます。でここでですね、まあいろいろ操作するっていう感じですね。これね、今触ってみた感じなんですけども、普通にねこう使いやすそうな感じですね。Amazon とかで見てる感じではこうボタンとかがいっぱいあって、どういう感じで設定するんだろうなってちょっとあんま想像できなかったんですけど、実際触ってみたら、あんまりね操作する項目ってないと思うんで、あとはね録音とか、まあそういう感じだと思うんで、簡単そうですね。であともう一つ買う前に気になってたことがあるんですけど、この電池のとこ、これをね強く押すとなんか電源落ちるっていう風にAmazon レビューに書いてる人がいたんですけど、これね今押してみても全然、電源落ちるとかなさそうな感じなんで、まあ、とりあえず大丈夫かなと思います。はい、ということでこの Zoom の F1 使ってねちょっと実際試してみたいんですけど、今設定がですね MP3 の 256KB の、ローカットリミッターオフのレックレベルミドルになってます。これでですね、胸元にこういう風につけてみて、まあ、実際使うときはこのケーブルはね服の中を通すことになると思うんですけど、まあ、今お試しということでね撮ってみたいと思います。あれっていうか音量小さいかもしれないな。今胸元につけてこれ喋ってるんですけど、このゲージちょっと小さいかな。こんぐらいかな。ハイマイナスぐらいでいいかもしれないな。まあ、とりあえずこれで録音してみたいと思います。はい、じゃあ録音してみます。この録音ボタン一回押すだけでいいのかな。いきます。よいしょ。お、これで録音されましたかね。多分今こっちのねズームの F1 これで録音してると思うんですけど、どうでしょうか。これでね音入ってると思うんですけど、これどうだろうな。カメラの音声と比べてこっちの方が良かったらいいんですけどね。で録音中はこのランプがですね赤く光るみたいですね。まあ、これは分かりやすいですよね。あと右上にバッテリーのなんかインジケーターみたいなのがあるんで、まあ、電池なくなりそうだったら、ここで分かると。これはね結構よくできてるっていう感じですかね。であとこのホールド、これも試してみましょうか。ホールドスライドすると、ホールドって表示出ましたね。これで停止とかしても多分止まんないと思う。ホールドっていう風に、なりますね。まあ、これはいいですね。で、ホールド解除して、はい、じゃあ録画止めてみましょうか。止めるのは多分これでいいのかな？押します。あ、止まりましたね。これで今カメラの、マイクに戻っております。ということでね、ちょっとこの音声聞いてみます。はい、ということで今ですねこの Zoom F1 で録音した音声っていうのを、データをパソコンに取り込んで私さんも聞いてみたんですけども、音質ね普通に良くないですか。めちゃめちゃ気に入ったんだけど、これすごいね、満足度今んとこ高いですね。どうなんだろうね、今このマイクと、このカメラの音声しか聞いてないんであれなのかもしれないですけど、次はですねこのロードのワイヤレス5、あとゼンハイザーのこのワイヤレスのピンマイク、これと、Zoom F1、 この3つでですね同時に録音してみて、で音声どうなのかっていうのを試したいと思います。じゃあどうやってねこの音声3つ同時に録音するのかっていう話なんですけど、今メインカメラにはですねこうカメラの横、皆さんにねお見せすることできないんですけど、横にねガンマイクついてるんですよね。ここ今触ってると音入ると思うんですけど、このガンマイクを外してこのロードのワイヤレス号これをつけます。で、この辺にですね実は手元を映してるカメラっていうのがあります。このカメラですね、これにこのゼンハイザーのマイクをつけます。で最後このズームの F1、 これは独立して音声録音できるので、これが3つ目ということで、3つで同時に録音して、音声聞き比べてみたいなと思います。はい、ということで今ですねゼンハイザーのワイヤレスのピンマイクと、あとロードのワイヤレス5、これと今回レビューしているズームの F1、 この3つでですね同時に音声録音しております。はい、ということで今ですねゼンハイザーのワイヤレスのピンマイクと、あとロードのワイヤレス5、これと今回レビューしているズームの F1、 この3つでですね同時に音声録音しております。はい、ということで今ですねゼンハイザーのワイヤレスのピンマイクと、あとロードのワイヤレス5、これと今回レビューしているズームの F1、 この3つでですね同時に音声録音しております。順番に音声切り替えてお聞きいただいていると思いますけども、マイク音質どうでしょうか。こんな感じでございます。このロードのやつだけ今ねピンマイク外付けのやつついてなくて、トランスミッターでね直接撮ってるっていう感じになりますね。
順番に音声切り替えてお聞きいただいていると思いますけども、マイク音質どうでしょうか、こんな感じでございます。このロードのやつだけ今ねピンマイク外付けのやつついてなくて、トランスミッターでね直接撮ってるっていう感じになりますね。順番に音声切り替えてお聞きいただいていると思いますけども、マイク音質どうでしょうか、こんな感じでございます。このロードのやつだけ今ねピンマイク外付けのやつついてなくて、トランスミッターでね直接撮ってるっていう感じになりますね。マイクの取り付け位置はロードのワイヤレス GO が胸ポケットに入れるようにしてつけてますね。で、残り2つのマイクなんですけど、このシャツのね、ボタンのところにだいたい同じ位置に2つともつけてるっていう感じになります。どうでしょうか。マイクの取り付け位置はロードのワイヤレス GO が胸ポケットに入れるようにしてつけてますね。で、残り2つのマイクなんですけど、このシャツのね、ボタンのところにだいたい同じ位置に2つともつけてるっていう感じになります。どうでしょうか。マイクの取り付け位置はロードのワイヤレス GO が胸ポケットに入れるようにしてつけてますね。で、残り2つのマイクなんですけど、このシャツのね、ボタンのところにだいたい同じ位置に2つともつけてるっていう感じになります。どうでしょうか。というわけで、同時に録音している3つのマイク音質こんな感じでございました。というわけで、同時に録音している3つのマイク音質こんな感じでございました。というわけで、同時に録音している3つのマイク音質こんな感じでございました。はい、ということで、それぞれね録音したマイク音質聞き比べていただいたんですけども、どうでしたでしょうか。私さんもですね、このゼンハイザーとロードのやつを比較するっていうのは久しぶりだったし、それにねこのズームの F1 これが加わったということで、ちょっと楽しみにしてたんですけど、まあ、一言で言うとですね、結局どれも音質良くねっていう感じですかね。まあやっぱりね、このゼンハイザーとロードのやつは、使ってるカメラにつなぐので、そのカメラとの相性とかカメラ側の性能っていうのも関係あるんですけど、私さんがね今使ってるソニーの α6600 これに繋いだ感じでは、とりあえず3つ比べてもまあどれも音質良くねっていう感じだったっていうのと、あとやっぱそれぞれ特徴がありまして、ゼンハイザーはね結構低音寄りなんですよね。ヘッドホンとかイヤホンとかつけて、よく聞いていただいた方だったらわかるかもしれないんですけど、ちょっと低音寄りでまあモコモコしてるというか、そういう感じなので、詳しい方だったら編集の時に、音声いじるとか、まあそういう風にする方が聞きやすくなるのかなと思います。続いてこのロードのワイヤレス GO なんですけど、これはね非常に音質クリアで、いい音なんですけども、ゼンハイザーとは逆に、ちょっと低音に欠けるっていう感じですかね。まあ、ただこれはねピンマイクとかつけないでこう胸にねこうやっておくだけなので、非常にね楽っていうか簡単っていうか、なんかいちいちマイクをね服の中通したりとかそういう心配がないっていうか、心配っていうか手間がないので、非常に使いやすいかなと思います。で、最後このズーム F1 なんですけど、これはですね今回の3つの中で言うと一番音が自然かなっていう感じはしました。まあこれ人によってね感じ方違うかもしれないんですけど、でただ、音質自体がいいか悪いかで言うと、まあそこまでね、ロードとかゼンハイザーとなんか差っていうのはあんまり感じなかったですね。どれもね本当に一長一短あるものなので、そこはやっぱ使い分けかなっていう感じですね。で、さっき言うの忘れたんですけど、このズーム F1 はですね、この上についてる、このズームっていうロゴありますよね。これ実はキャップになってて、これ外れるんですよ。はい、こんな感じで、ここになんか別売りのガンマイクとかを挿して、ピンマイクじゃなくて、なんて言うんですかね、こう普通のレコーダーみたいにして使うこととかもできるし、いろいろね、まあ、活用の幅は広いかなと思います。あと一応このズーム F1 で気になった点っていうのを挙げておくとですね、さっきも言ったこの電池入れるとき蓋が干渉するっていうの、これがねまず1点目ですね、っていうのと、このピンマイクのケーブルがですね、なんかあんまりいいケーブルじゃないというか、まあ使っていけばねもうちょっとなんかこう伸びるというか、この型が取れるというかね、そういう感じで良くなるかもしれませんけど、なんかあんまりいいケーブルは使ってないなっていう感じですかね。まあそんぐらいかな。あとは特にね不満ないですね。このボタン類とかもね非常に簡単だし使いやすいし、今回ねこのズーム F1 買おうか、あとタスカムのなんだっけ DR10L だったかな、それを買おうかどうか迷ったんですけど、こっちの方がね若干値段安かったし、なんか見た目もねこっちの方がかっこいいんですよね。でこれを選んだんですけども、非常に、ね、買ってよかったかなと思います。まあ、冒頭でも言ったんですけど、今後ね外で動画撮ったりするときは、これもね持って行って使いたいなと思っております。
はい、ということで今回なんですけども Zoom F1 のレビューでございました。やっぱね YouTube とかやってる方だったらこういうマイクっていうのを一つ二つ持っててもいいんじゃないかと思うので、動画の概要欄にね Amazon のリンク貼り付けておきますので気になった方はぜひチェックしてみてください。はい、というわけで今回以上なんですけども、私さっさんこのメインチャンネルの他に一応サブチャンネルとあとブログ、Twitter もやっておりますので、もしよろしければそちらの登録やフォローの方もぜひよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。